島市の街中にあります新浜公園に今日はちょっとお散歩にやってきましたね。芝生にはちっちゃい子供がいて遊んでますね。もうだいぶ葉っぱも散っちゃいましたね。本当にね、ここね、盛りの時は紅葉は綺麗なんですけど、終わってしまいましたね。あ、まだ紅葉が残ってました。あー綺麗、いいね。青空にこの紅葉、素敵です。あ、なんかよかった、まだ紅葉が見れた。素敵。もういいね。ほんとここ綺麗なんだよね。 YouTube 始めた頃にここの紅葉を取材した時、大変美しかったですってテロップに書いたつもりが、大変美味しかったですって書いちゃってて、なんか後から見て大笑いしたことを覚えてます。まだね、動画作るの慣れてなくて、ちゃんと見返さないでアップしちゃってね。え、綺麗です。あー、よかった、今日来て。あー、素敵な公園なんですよ、ここ。本当、福島も結構素敵な場所はありますね。ここの道をまっすぐ行くと福島県の県庁に行きます。ここは県庁通りという道でございます。ねえ、素敵だね、この景色、素敵。ということで、今日は福島市の街中にあります新浜公園からお送りいたしました。綺麗です。それでは皆様、美味しいお昼をいただいてくださいね。私はこれからちょっと今日は懐石をいただいてきます。ではまたねー。